デンマークなんていう国はさ、本当に機械化がすごい。で、なんですげえんかって言ったら、結局あの、九州と同じ面積の、まあ、グリーンランドは別でね、はいはい、九州と同じ面積に埼玉の人口起源だね。はぁ、うん、600万人ぐらい起源だよ、九州の。はいはい。そうすると、労働不足、うん、で、あの国は移民を受け入れに国だから、そういう外部の労働者とか、そういう入手なんて言うの、移民だよね、はいはい、ああいうの、まあ日本なんかもそれに近い、はい、日本の方がもっと外国人を利用してるよね、うん、デンマークは結局それを賄うのに、いや、それ機械化しねえとどうしようもないですね。だからもう搾乳ロボットなんかもデンマークの普及率はすごいよね。まあ半分だったね、農家いろんなところに連れてもらったんだけどさ、ディスのお父さんに。でそこにちも落語してたんだけど、そのディスのお父さんが膝でっけんだよ、どっかに写真があったよな、すげえんだよ。空手のあの一番 L3L ぐらいの あのお母さんとお父さんとそのリスの分を送ってやったり、それを着て写真を送ってこったんだけど、 3L がみんなはち切れそうになってあのハムの巻いたあれあ、はいはい、くぼみが190ぐらいなのかな、太ってる人なんだよ。それで膝痛めちゃうね。でパーカーじゃなかったぐらいなんだよ、それをやめるというか、はいはい、でやめたんだけど、そのリスはやっぱり落語がしたくて、まあ、興味があって、うん、日本の落語とオーストラリアの、だから俺日本のその IA のプログラムが終わって帰ってまたオーストラリアに行ったもん。へー、だから天と地を見てたみたいな。まあそういう機械化が、あの、あるのは本当にそのリスのお父さんが酪農やめてから、のこの辺で言えば軌道商店みたいな、あの酪農部品とか酪農洗剤とか、はいはい、まあ薬品なんか含めて、その酪農環境を回る仕事をしたのが、それも一台の白い版、あのヨーゼフ・フランス・バイグルという20代半ばのチェリストが、まあ、これから送りするハイドンの城教奏曲第1番は1765年前後で、その前後の車がそのオフィスなんだよ、はいはい、ハイドンは当時カモナチェリストがソロの活躍する交響曲も一般されています。そうだな、エステルハーズのオーケストラは俺が助手席に行って、ここのとこにこういうテーブルがあって、もうパソコンのメタルもあって、電話もあって、もう運転しながら、もうさっきの納品したあれなんかをこう、インプットしたり、運転しながらさ、で話しながらさ、いやだから先行ってないね、あの、で今だら俺も Google 見れるようになったけど、一時さ俺があの赤芝作ってるところの、まあちょっと1ヶ月2ヶ月前の画像だったけど、俺があの牧草のこうウィンドローを作って、こうほらこういうストルームなんかの写真とか衛星画像がここで見て、うわーすげえなんてさ、その赤城山なんかもこんな風に見たり、こんな風に見たり、ほれパソコンで、はいはいはい、なんでこんなことができるんだなんて、地球の裏側みんな驚いちゃったよ。そしたら、ね、Google 見ればいいよ、Google アース今だろうな、たぶんけど、俺がまだパソコンで、あ、パソコンじゃなくて、ワープロで、俺ワープロちょっと長かったんで、はい、あのワード4000っていうワープロ専用機使ってたんだけど、そんな時に僕はパソコンで世界の反対側を見てて、しかも、まあ、何兆もまだあの
ったんだね。太陽光ができてなかったから、日常ぐらいの牧草地を作ってたからね。だから分かるんだよね、その買った牧草を買った後 とか、はいはい、それを寄せてる、はいはいはい、寄せた後、ほら、渦巻きみたいな、はいはい、ちょうど渦巻きみたいになってる時の写真だったんだよ。あれほら、1ヶ月前とか2ヶ月前の書いてくわけだね、はいはい、画像ね。まあ、けど驚くよね、自分の作ってる畑がデンマークの人に見られてるんだよな。そうよね、この上に20丁部もそんなあるんですか。あの育新会っていうのが200丁部持ってるよね、まあ、組合みたいな。いやいや組合じゃなくて、まあ、財団法人なんだよ。あの岡松さんっていう今そのまあその人には子供がいなくて、まあ養子縁組した昔永井さんという人が今それ岡松に名乗ってやってるんだけど、はい、で100兆分ぐらいはその開放みたいになっちゃって、で100兆分ぐらいあるんだよ、はい、でその中の、うん、20兆分が農協の放牧地だったんだ。はあ、育成牧場、はいはい、でもピロプラズマっていうあのダニが媒介するあのまあ寄生虫っていうのはちょっとあれだけど、症状はマラリアみたいな、あの牛が刺されると血が薄くなる、で死んじゃうんだけどさ、それがはびこっちゃったんで急木になっちゃって、でそのまんまで、はい、俺がアメリカ行く時その開墾したやつなんだよ。俺もアルバイトであの根っこを引っ張った後、それは県の、開発公社っていう県のなんだよね、県の事業。もちろん仕事そのものは国の助成でやったんだけど、それで県の職員がルールで根っこを引っこ抜く、でその後俺が石灰巻くみたいな、できたっていうあの報道のね。で俺報道好きなんだけど、だからアメリカ行く前にトラクターの練習も兼ねてずっと行ってたんだよね。へえ、まあ、高校卒業したのが18で、1年3ヶ月後に行くわけ。はいはいはい、はい、その間こんなことしてたんだよ、うち手伝いながら。ああ。それで5年10年牧草地だったんか、あの放牧地だったんかな、育成のね。だけどピロが出ちゃって開墾して放牧地になったわけなんですね。そう、うん、それまでは松林。はあ。じゃあ、だからその時は松茸もいっぱいあったわけなんですね。それはあんまり興味なかった。そっか、だからそんなひどいところ、だから先人が誰が開墾したんかなと思ったんですよね。まあだから少しずつはしてたんだけどね。だけど元は深町さんって人が前橋の味噌屋の人なんだよな、あ、醤油屋か。で深川ってところに、東京の深川へ奉公に行ってて、それで財を成してその金で赤城山行ったように薬帳部買ったんだよね。はあ。で戦争もあったりして、で引き上げてきた人を入植させて、戦争の前に持ってたわけなんだ。そう。はあ。で今育新会の土地通話